タタートゥールズ、タタートゥールズ、テトツールズは、韓国製のサーバー設置型のブログソフトウェア。PHP で構築され、データストアとして、マスコールを利用する。バージョン1.02から GPL で配布されている。最初のテトツールズは、ジョン・ジェフン、JH というハンドルネームで有名が一人で、作成し、2004年3月に最初版の0.90を公開した。 そして同年同月中にまた0.91をダンスウィズファイアフォックスというコードネームで発表し、Firefox への支援を強化した。以後、同年5月に0.92、ステップバイステップ、9月に0.93、テイクオフ、12月に0.94、ステディファンデーションが発表され、2005年3月には、現在の手とツール図が持っている、機能の基盤になった0.95、 知事みち、8月に0.96カウントダウンが発表された。定材君の一人プロジェクトであったテトツールズは0.96から複数の開発者がチームになって開発を始め。め、0.96は時期バージョンの1.0コーラス。仮の公開が遅くなるため公開されたバージョンである。そして、同時期に開発者ののジョンソクを代表にするタタアンドカンパニー、略して、 TNC が設立された。TNC は予定より大幅に遅れ 1.0RC を2006年1月に同年2月10日に1.0通称正式版を発表した。1.0は既存の 0.9X にその基盤を置かず TNC の新開発チームによって新たに開発された。そしてこの事実による混乱を遮り、 既存の方式を選考するユーザーのために0.96を保管したクラシックが手とツールズ1.0と一緒に発表された。以後、クラシックから正式版への移転を手伝うマイグレーターが1.02に含まれた。なお、この1.02から GPL ライセンスで公開をはじめ、1.04までは TNC が独自的で開発、公開していたが、 1.05からはタターフレンズ、略して TNF という公開開発者フォーラムと TNC が共に開発を続けている。現在の最新バージョンは1.11であり、1.10からバージョン名を付けることになった。1.10のバージョン名はフレンズで、最新の1.12のバージョン名はアニマート、アニマートとゲストブックや、 RSS リーダーが含まれているのが他のブログツールとの祭典である 0.9x 系の手とツールズはクラシックから1.0正式版は最初から UTF-8 エンコードを使用 W3C 標準韓国の遵守などのことで韓国産の他のブログツールやサービスより進歩的だという評価もあるそして釜山国際映画祭公式サイトサーチエンジン初雪公式ブログ 韓国語、全州国際映画祭サイト、韓国語などの企業のホームページからの使用等の、韓国からは高い認知度を得。0.9x 系、クラシックを含むでの他国語支援は公式的ではなかったが、1.0からは公式で、韓国語、日本語、英語、簡体中国語を支援している。1.0正式版では、アパッチ HTTP サーバーのリライトモジュールを、 使うため、ウェブサーバーから、リライトモジュールの支援が要求される。TNC からは、ダウムと共に、ティストリ、ティストーリという名称のテトツールズ基盤のブログサービスを提供している。他にも、イーリンプラットフォーム、イオリンはテトツールズ利用者の記事を収集する、メタサイトとしての役目と、集団地によるスパムブロックシステムとしての役目を果たしている。 たブログソフトウェアとの採点は、ユーザーのデータを XML 形式のファイルとしてバックアップ、復元ができることである。テトツールズが GPL ライセンスで公開を始めた1.02から XML 形式バックアップを支援している。テンプファイルもベース64でエンコードされ、ブログの記事と共にバックアップすることが切る。ただし、テンプファイルのバックアップはオプションである。 バックアップするときに選択できる。開発発表当時の名前は S2 プロジェクト、S2 プロジェクト。テックストキューブはバージョン1.5からの手とツール図の新名称である。既存のブログツールとしての手とツール図は1.1、3が最終バージョンで、以後のブログツールとしての手とツールズは名称がテックストキューブ、テキストキューブに変更された。また、これからの テトツールズという名前は、テックストキューブやティストリ、そして、イオリンを総括する、プロジェクトテトツールズのことを指称する。TNF からは2007年5月3日に、テックストキューブ 1.5α1 を公開し、2007年6月29日には、テックストキューブの初ベータを公開した。公開中の最新ベータは2007年7月13日、公開したベータ2である。 テトツールズはバージョン1.02から GPL で配布されており、それ以前の 1.0K や 0.9K では GPL ではない。0.9X コアのクラシックへの支援は公式には中断されている。1.0以降の UTF-8 の対応により、日本語の利用が可能となったが、日本語のドキュメントが公式サイトも含めて少なく、管理画面など、依然、 日本語化されていない部分もある。韓国や中国圏での活発なユーザー活動や高いダウンロード数、高い認知度とは対照的である。TNC は日本への進出を構想している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。